せーの、ヘイアマジーリーズパクパク。はい、ということで今回は D ちゃんが友達と遊びに行っている間のちーちゃんの様子を拝見していきたいと思います。さあ、まずは今これお風呂上がりですね。お風呂上がり、なんか顔がなんか皮が皮じゃない、パックしてるのこれ。パック、うん、うわ脱皮じゃないから。なんかヒサロにでも言ったもんね。ヒサロは白すぎやろこれ。逆に失敗してんだ。今これドライヤーをかけてますね。あ、ドライヤーね。そう、念入りにね。やっぱブリーチしてたらさ、ドライヤー全然乾かんのよこれ。あ、そうなんや。そうで、今これドライヤー壊れてるからさ、なんか冷たい風とあったかい風が交互に来るんだよね。そっかそっか。なんかね、頑張らんだね。あったかい風出てくるもん。そう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 。なんかちょっと買いに行きたいね。終わった。うわ、これなんかホラーみたいね。確かにホラーにしか見えなくなってきた。うお、めっちゃ近い。頑張ってますよ、ビニね。あ、やっぱ串を通して、これね、この串めちゃくちゃいいよ。これなんのね。これね、ジョン・マスターズのね、やつなんだけどさ、これ絶対に絡まらない串って言ってさ。すごー。あ、ほら、紹介してる。紹介してる。紹介してる、紹介してる。幽霊が。ピント合ってる。ジョン・マスターズね。これめっちゃいいよ。顔に笑顔ないです。必死に。モザイクかける。必死にほら。ピントが合うように頑張ってるよ。あ、そういうことね。うん。でも全然合わないっていうね。あ、めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。もういいよ。もういいかな。もういいよ。あ、いい感じ。うん。美容系 YouTuber みたいになってきた。あ、ちょっと満足してみたいね。はいはい。次は？あ、次これヘアオイル。これね、N ドット欲しくて、その時なくてね。でも急遽買わんといかんかったけん、800円ぐらいの安い。オイル、ヘアオイルよかった。割といい。あ、そうなの。安いけど全然いい。なんかツヤが出る、いい感じに。匂いも柑橘系でね、好き。黄色い系ってなんかちょっと効果あるように。そうね、そうね、なんかそんな感じする。やけん買った。こうやってまずね、毛先からねなじませて、で余ったその液を手に残らず髪の毛につけるイメージってね、 YouTuber の人が言ってた。あ、そうなんや。もう全然髪の美容液とかもつけたことないもんね。まあ男はないやろね。つけるなら何？え？つけるなら？つけるなら何？ワックス。あ、ワックスやな。あ、このパック。ずっとしてんのこれ。あ、これはこのパックですよ。そう、そういうこと、そういうこと。おお、きれい。これはもうね。化け物の寂しい夜みたいな。足のマッサージをしてますね。むくみを取って。ああ、偉いね。そう、偉いでしょ。開脚が一番いいってね。そしてめちゃくちゃ硬い。あ、しょんぼりしてる。兄ちゃんが硬いとか言ったわけ。しょんぼりしてる。そんなこと言わないでみたいな。おお、いいねいいねいいね。最近ちょっとサボり気味だったけんさ、イベントも増えてきたけんさ、ちょっと頑張ろうと思った。あ、やった15分経った。あー、ペロー。なんか残り汁みたいなの。残り汁って言うな。うわ、めっちゃ気持ちよさそう。自分のエキスを。自分のエキスじゃない。メディヒール様のエキス。あ、これニベアでね、蓋をするっていう。あ、ニベアで蓋をするのね。そう、顔にね。あ、やっと笑顔、やっと笑顔。笑えるようになったね。パックしてたら笑えないもん。ちょっとつけすぎちゃった、これ。あ、ちょっとつけすぎちゃった。うん、結局ね、なんかいろいろ試したけどニベアしか勝たんっていうね。あ、そうなんや。次は何するんだろうね。なんか毛布持ってきてるね。寒いんよ。あ、寒いんだ。寒かったのよ。こたつみたいに見える。確かに。あ、これね、ストーリー撮ったの、撮影中って。なるほどなるほどね。そう、このストーリーなんだけど、一人ピースをする。寂しかったんだよ、だってりーちゃんがいないから。ごめんなさいね。早く帰ってきます。なんか何していいか分からんくなる。なんか D ちゃんがいない夜って、なんか映画見てもなんか違うなみたいななるし、はいはいはい、編集しても寂しいなってなるし、結構難しかった。顔がもう真顔の中の真顔みたいな。もうね、カメラの存在忘れてるのかもしれんね。今これ多分ストーリーアップしてるね。あ、ストーリー黙々と。あ、ゲームしてる。あ、ゲーム横画面になってる。あ、本当だ。これ何のゲーム？これなんだろう。手の動き的に。あ、終わった。これはね、最後のいつもね、夜本読んで寝たいからさ、はいはいはい、お偉いね。D ちゃんがいない時にこうやってね、ゆっくりできるからね。そうね。このテーブルめっちゃいい。これは IKEA で買ったっけ？そう、IKEA で買った。いくらだったかな？ 2,000 円ぐらいかな。うん、そんぐらいだったね。本当はピクニック用に買ったんだけどね。こうやって使うのもめっちゃいいなと思って。寒くなっちゃったからね。そうね。いけないもんね。今ピクニックは無理やな。死んじゃうね。本当よ。凍え死ぬ。これで編集とかもできるからね。お、読み終わった。うん。これね、うん、超一流の雑談力っていう本、うん、めちゃくちゃ良かった。もうこれ終わったんよ、これこの日ね。読み終わったんよ。あ、そうなんや。そう。寝る前のお水は大事ですよ。そうね。お便秘にもいいですか？お便秘。私便秘やからね。大公開。大公開。あ、歯磨きしてる。あ、これマジでおすすめよね。うん。この歯磨き粉しか勝たん。いや、ほんとね。うん。本当にこれ使い出したらもう他使えんよね。ねえ、これのピンクもあるんだよね。このピンクもあるけどね、俺たちは絶対青がいいね。青がいいね。昨日も2本買いに行ったよね。なくなったから。こうやってね、ちゃんと歯の間の。うわーとか言うな。うわーって言うな。あ、さあ最後に寝る前にこのまつげ美容液、エマーキットをね、やってます。シュールやね。シュールやな。もこもこの。あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた。もう D ちゃんが今日ね遅いって言ってたから、もう12時超えるって言ってたから、もう先に寝ます。あ、おやすみなさいって言ってる。はい、ということでね、まあ、こんな感じで私の夜の一人がね、終了したんですけど、はい、あれあ、電気、ね、そりゃそうよね。うん、D ちゃんが帰ってくると思ったから、台所だけね電気つけてたの。はい、ということで、まあ、こんな感じで、はい、あれただいまー。あれ？え？Dちゃん？なんで？いや、実は勝手につけてちょっと取っちゃった。待って、びっくり。嘘よ、チューしたよ。チューしてる。待って。猫可愛すぎてさ。どういうこと？待って、全然気づかんかったんやけど。やろ。やばー。これからのちょっとサプライズ。これドッキリ？うん、ドッキリかも。マジ？このニコニコしてる。びっくりしたんやけど。はい。はい、ということで、なんか最後ドッキリかまされましたけども。はい、嬉しかった？いや、嬉しかった。びっくりした。はい、ということで、まあ、一人の夜だったらね、こんな感じの夜になりますっていうことをね、はい、みんなにね、紹介していきました。はい。はい、ということで、また次回お会いしましょう。せーの、また来てねー。バイバーイ。